皆さん、こんにちは。ネットビジネスアナリスト、横田修林です。今日もネットビジネスに関する情報を生中継で15分間お届けしてまいります。今日もよろしくお願いします。はい、今日は2024年11月13日、水曜日に間もなくなろうとしていますが、今日はですね、スクープというかですね、選ばれた存在になりましたので、今日早速この話をしていきたいと思います。えー、ご覧ください。どうぞ。アマゾンが生成 AI についに参入したということですね。対話型ショッピングアシスタント、ルーファストアと。 ということでお話をしていきたいと思うんですが実は2024年の11月7日に Amazon からプレスリリースが打たれていますこちらなんですね Amazon が生成 AI を搭載した新たな対話型ショッピングアシスタントルーファスベータ版の日本への導入を発表というもの、ね、これから1週間ぐらいが経ったんですけど今日ですね僕の画面でも実装されたんですね。 ということで、早速今日はこれについて話をしていきたいと思うんですが、ここのですね、えー、ご覧ください。この Amazon のスマホのアプリのですね、下の画面の右端のとこに、何やらですね、変なアイコンが出てきてるんですね。これなんですね。これがルーファスと言われてるものなんですけど、ということで、まあ皆さんですね、自分のスマホのアプリですね、アップデートしてですね、これが出てる方は、実は選ばれた人なんですね。これ全員ではないんですよ。ここの中に、 一部のユーザー、一部の日本のお客様向けにベータ版としてリリースしているので、全員選ばれたんですねで。今後テスト期間を経て、さらに多くのお客様に展開することを予定してますってなっているので、これがね、僕選ばれたんですよ。で、実際スマホの画面見てみるんですけど、実はね、その前にね、びっくりなのはこの画面なんですね。このスクショは確かにルーファスに質問するって言って、これ日本の画面が出ているんですけど、よく見るとですね、 実はもう一個ですね。アイコンが追加になっているんです。これです。これ。これ何かというと、ショート動画のマークなんですよね。で、実は、ショート動画のインスパイアというサービスをアメリカの方では開始しているんですよ。で、日本ではまだ始まっていないんだけど、これが始まったらやばいねっていう話をしてたんだけど、このスクショの画面にはこれが映っているんですよ。日本版の方に。なので、もしかしたらこっそりすでに日本でも、 このショート動画もフィードがですね、出ている方がいるんじゃないかなということで、今日はですね、この辺のこともね、時間あれば話したいと思ってるんですけど、じゃあ僕の画面ちょっと見てましょうか。はい、僕の iPhone の画面をちょっと見てみたいと思うんですけど、残念ながらですね、これは出てないんですけど、ただ右下出てるのね、この話をしていきたいと思います。はい、では早速なんですが、まずですね、あの、やってみましょうということで、 はい、このボタンをね、押していきたいと思うんですけど。